生きることは表現をテーマに、高度経済成長を支えた労働者の町、大阪市西成区釜ヶ崎に深く根ざしながら、さまざまな背景の人々の表現を通じて他者との出会い、社会との関わりを回復するための活動を行っているのが、声と言葉と心の部屋、ココルームです。アート好きのための場所ではなくて、いろんな人が立ち寄ってもらえるようにと思って喫茶店のふりをすることにしたんですね。でそしたら本当にいろんな人が来てくれて、いろんな人に出会い、釜ヶ崎の人たちとも出会う中で、実は表現するっていうことよりも表現できる場を作るっていうことが本当に大事だなっていうのに思い至るようになって、作っていたらまたいろんな人が来てくれて、いろんなこう気づくことがあって広がっていくんですね。声と言葉と心の部屋、ココルームは2003年に大阪市新世界フェスティバルゲートで活動を開始しました。2008年に拠点を現在の釜ヶ崎に移してからも、喫茶店のふりをしながら、地域の人たちや通りすがりの人、アーティスト、住所のない人々や障害のある人、生きづらさを抱える人々など、さまざまな背景を持つ人々が立ち寄る場を開いてきました。2016年からはゲストハウスも開設し、外国人旅行者と地域の人々の触れ合いの場としても利用されるなど、常にアイデアと独創性のある活動に挑戦し続けてきました。心の何ていうの、心のやはり一番何ていうの、心、そうそう、ゆっくりできるとこ。ココルームの代表的な活動の一つに、釜ヶ崎芸術大学があります。誰でもが参加可能な市民大学で、毎年100講座程度が開設され、毎回地域の方々をはじめ多くの人が受講しています。講義内容は哲学、美術、合唱、詩、狂言、写真、ダンス、天文学、井戸掘りなど、多岐にわたり生涯学習の場としても注目されています。生き方が自由になれるのと、それから新しい視点に立ってですね、人生で行動できるということで、自由さが出たと思います。はい、おそらく学ぶっていうことは、こうその人のこう窓を広げていくようなことだと思っていて、で例えば私だったら、その食文化を通していろんな世界のことをこう知っていってほしいし、できるだけたくさん知る機会をこの釜ヶ崎芸術大学の中で持ってほしいなっていうふうに思っています。その成果発表として開催されたのが、地元の方々が出演する釜ヶ崎オペラです。イギリスの支援団体やインドネシア、タイのアーティストも参加するなど、国際色も豊かに上演され、日本をはじめ世界からも大きな注目を集めました。多分きっと普遍的だったんでしょうね。それは多分日本であろうと海外であろうと一緒で、人が生きていく中でいろんなことを表現し合ってつながっていくっていうことが、やっぱり生きる力になるっていうのは、どこの誰にとってもだと思います。その他、地域の人々が健康や心配事を気軽に相談できる街角保健室や、釜ヶ崎俳句会、詩の学校など、さまざまな活動を通して人々が触れ合える場を提供してきました。地球市民賞をいただいて本当に本当にありがたいです。で、知らせが入った時にね、ちょうどここに10歳の子供がいて、地球市民賞、釜ヶ崎のおっちゃんも地球市民やでって言ったんですよね。ココルームがっていうよりは、この地域のおじさんたちと一緒に、そして関わってくださった皆さんと一緒にいただいた賞だなと思っています。この場所を中心に、たくさんの人々が出会い、新しい文化が育まれていきます。
今後の声と言葉と心の部屋ココルームの活動に注目したいと思います。